姫様が逃げてきた。悪い人にね今追われているの。お願い金玉持って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 しかし金玉は喧嘩が弱く友達とやっても負けてしまう。腕力に自信のない金太くん喧嘩はいつも負けが多い。金太負けが多い金太負けが多い金太負けが多い。やがて悪人がやってきた。身の丈2メートルもある男。金太と悪人の大決戦。金太負けるなとお姫様。負けるな金太負けるな金太負けるな。悪人は金太に襲いかかる。あ金太は思わず飛び抜いた。そこにあったは大きな木。その周りを金太はぐるぐる回り出す。金太回った金太回った金太回った。悪人はいつか目を回し。その隙にお姫様と逃げ出した。お姫様の美しさに金太くん目をパチパチまた叩いた。金太また叩いた金太また叩いた金太また叩いた。しばらく行くと二人はお腹の空いたのに気がついた。ふと見るとまさか木が生えている。金太はナイフで切ったとさ。金太またとナイフで切る金太またとナイフで切る金太またとナイフで切る。痛そう。お腹の膨れた二人はさらに安全な窓に行くことにした。行けども行けども窓は見えず、お姫様はイライラして金太に聞いた。ねえ金太まだ、ねえ金太まだ、金太まだ。そうしているうちにも二人はやっとのことでマカオに着いた。金太とお姫様はマカオに着いた。やっとのことでマカオに着いた。金太マカオに着く金太マカオに着く金太マカオに着く。さあマカオに着いた金太くん知り合いのビルを訪ねたとさ。お姫様はその目を見ていったとさ。まあ金太割とマシなビルね。マシなビル。